ネオユニバースは日本の競争馬、シュボバ。2002年に中央競馬でデビュー。2003年、JRA が発行する短期免許で来日起乗していたイタリア人騎手ミルコデムーロを安城に、サツキ賞と東京優秀を優勝。同年の JRA 賞最優秀3歳ボバに選出された。2004年春に故障を生じ、同年秋に引退。通算13戦のな賞。 2005年より種ボバとなり、GIJ プーニー競争に優勝した3区には2009年の、サツキ賞と日本ダービーで、それぞれ本場との不死制覇を達成したアンライワルドと、ロジユニバース、2010年のサツキ賞、アリマ記念を制し2011年には、日本超強馬として初めて、ドバイワールドカップを制したビクトワ・アルピサ、2017年の、クイーン・エリザベス2世カップを制した、 ネオリアリズムがいる。2000年、北海道千歳市の八代大ファームにて誕生。父は1989年の全米年度、代表馬であり、主母馬として日本に輸入されて以降リーディングサイアーの地位を占め続けていたサンデーサイレンス。母のポインテッドパスはフランスで2000例賞の成績だったが、日本への輸入前にカルバドス賞の勝利馬フェアリーパスを生んでいた。 日本において、ポインテッドパスは、サンデー・サイレンスとの交配が繰り返されていた。ヤシロ大ファーム代表の吉田テルヤによると、幼駒の頃は、馬体の形こそ良かったものの、足長で、ひょろりとした、頼りない姿であったという。前兄の超改量が、アグネス・プラネットが、いずれも後馬体の持ち主だったこともあり、馬体だけ比べるとどうしても身をとっていた、ネオユニバースが、 それ以上の活躍をできるのかな、と思ってしまったと解雇している。ただし誕生日が5月21日と遅生まれだったため、日本ダービー優勝後には成長が遅れていたわけだし、季節の檻が深くて、やや腰が甘い感じに見えるのもサンデーサイレンスそっくりの特徴だったとし、出生当時の自身の見立てが誤っていたとしている。調教を任されることになる瀬戸口務は、 細見ながら骨格があり、さらに動きに柔らかさもある様子を見て、そこそこ走ってくれるんじゃないかという程度に考えたと言う。競争年齢の2歳に達した2002年、立東トレーニングセンターの瀬戸口急車に入る。両馬には同世代の2歳王者となる栄進チャンプがいた。状況では栄進チャンプともども後ろ足で立ち上がってしまうような面も見せていたが、 調教騎場を担当していた西谷誠は乗り味が全然違うとその素質を高く評価した。遅生まれだったこともあり、牧場では3歳でのデビューと見込んでいたが、調教は四国順調に進み、初戦は11月に迎えることになった。重傷初勝利まで2002年11月9日、京都開催の新馬戦でデビュー。福永雄一を安城に一番人気の指示を受けると、 二番手追走から抜け出し、二着に一場身本差をつけて初勝利を挙げた。競争後、福永は兼領室前で出迎えた、瀬戸口らに、今までにこんな男馬に乗ったことがない。GIQ ですよと語った。続く、中京二歳ステークスでは、池添健一が安城を務め、このレースでも一番人気に押されたが、最後の直線で二頭にかわされ、勝馬から、 タイム差なしの3着となる。しかし、福永が安城に戻った翌年に1月の白梅賞では、後位から抜け出して2勝目を挙げると、2月には、木更木賞で重賞に初出走。新山記念の2着馬、マッキーマックス、同勝利バのサイレントディールに次ぐ3番人気であったが、最終コーナーで先頭に立ってそのままゴールまで押し切り、サイレントディールを半馬心尻��けて勝利。 福永は、まだ、デビュー戦の頃の出来には及ばない。もっと良くなると語った。騎士交代この勝利で、ネオユニバースは、春のクラシック戦線における有力馬の一頭となったが、サツキショートライアル競争第一戦の弥生賞には、前年12月に、朝日ハイフューチュリティステークスを制していた、両馬、エーシンチャンプも出走を表明しており、同馬の主戦騎士も福永が騎士を務めていたため、 仮にネオユニバースもヤヨイ賞に出走するとなった、際の福永の選択に注目が集まった。福永は、瀬戸口とも相談の上で英心チャンプに帰場することになり、ネオユニバースはヤヨイ賞を回避して、自走をスプリングステークスとすることに決まった。そのスプリングステークスからは、吉田ペルヤの推薦で短期免許制度を利用して来日していた、イタリア人騎手。 ミルコ・デムーロを新たな暗情として迎えられることになった。デムーロは初めてネオユニバースにまたがった際、信じられないすごい馬だと感じ、距離は長い方がいい感じで、ダービーの方が適していると感じた。デムーロとの新コンビで迎えたスプリングステークスでは、中段追走から第3、第4コーナーで先段に進出。 一番人気の桜プレジデントに一橋に4分の一差をつけて勝利した。この競争では15番枠から発送し、距離のロースになるとされる馬群の外側を終始回り続ける展開となっていたが、これは中距離以上でスタミナが持つか、騎士との折り合いを保てるかという2点を確認するため、デムーロが意図して行ったものだった。後にデムーロはこの競争を解雇し、 距離と同様にレースでも折り合いの不安がなく、素晴らしい瞬発力と持久力を合わせ持っていることが確認できたと述べている。またこの頃には、旧車でシャンポンという装具をつけられたことで立ち上がる癖が強制され、それまで余分な負担がかかっていた後、ムクロが強化されつつあったという。2巻、聖波4月20日、クラシック3巻初戦、サツキ賞を迎える。 混戦という下馬評の中、ネオユニバースは、オッツ3.6倍の一番人気に支持された。レースは、前半1000メートルが61秒7という、スローペースで流れ、その中で、ネオユニバースは中断を追走。最終コーナーでは、馬群の中で進路を失いかけたが、わずかに開いた隙間をついて一気に抜け出すと、最後は、 桜プレジデントとの競り合いを頭させしての優勝を果たした。ゴール直後にはデムーロが嬉しさのあまり真横でうつむく桜プレジデント安城の田中勝春の頭を叩いてしまうという場面もあった。この行動は物議を醸したが、デムーロに決して悪気はなく、田中がちょっと寂しそうな、悲しそうな顔をしていたのを見て励ましたつもりであったという。なお、 さらに三馬ンハンサの三着には、シンチャンプが入った。競争後、デムーロは四コーナーでは、前は横一線で入る隙がなく、このまま足を余して、負けるんじゃないかと思ったが、ラッキーなことに一等分開いたので、迷わず、突っ込みました。僕の馬は、根性があるから、叩き合いなら負けないと信じていた。こんな大きなレースを勝てるなんて、最高のプレゼントをしてくださった。 神様に感謝したいですと語った。また瀬戸口は、塞がった進路に隙間ができたこと、最後の競り合いに勝てたことについて、運があったとしつつ、デムーロの起乗について、一瞬の判断というか、ひらめきというか、ものすごく良いものを持っていると称えた。さツキ賞の後デムーロはイタリアに帰国。当時デムーロは、本国で、ブルーのグリツッティ級者と起乗契約を結んでおり、 クリンセッティの移行によっては続く、東京優秀に帰場できない可能性もあった。しかし吉田テルヤが、同級者に所有場を預けていた縁もあり、デムーロは再び、イタリアを離れ、日本で帰場することを許される。そして6月1日、ネオユニバースとデムーロは、東京優秀へ出走。前日には、台風の影響から、大雨が降り、当日の馬場状態は、重となった。 ネオユニバースは、単勝2.6倍で一番人気。桜プレジデントが3.6倍の2番人気で、この2頭が2強と見られ、3番人気には、サツキ賞不出走で、青馬賞を制してきたゼンノロブロイが入った。スタートが切られるとゼンノロブロイ、桜プレジデントはいずれも先行し、ネオユニバースは後方につける。ネオユニバースは、状態が悪いため束が裂けていた内寄りのコースを、 通って、第3コーナーから先段へ進出。最後の直線では先に抜け出した全野ロブロイを楽に、かわして、優勝を果たした。キサは、ハンバシンであったが、デムーロがゴール前で、ガッツポーズを取ったほど、余裕のある勝利であった。サツキ賞、ダービーの2冠制覇は1997年の、サニー・ブライアン以来6年ぶり19投目、外国人機種の東京優秀制覇は、 史上初の記録となった。観客からはデムールコールが送られ、デムールは歓急した姿を見せた。デムールは後に、その喜びは、自国のダービーを制した時に比べても、勝るとも劣らないものだった。これだけ多くのファンに見守られ、大きな声援を送ってもらえる競馬なんてそうはない。まして今回は、その舞台がダービーだったわけだから、僕はまるで自分が、 サッカーの中田になったような錯覚に陥ったと感想を述べた。瀬戸口もダービー初勝利であり、ダービーは競馬人の夢、その頂点に立つことができて本当に嬉しいと語り、ネオの根性のあるところは小栗キャップに似ていると述べた。吉田照也はこの馬はズば抜けている。本当に馬が強かった。どんな時もマイペースで落ち着いているし、パワーもすごくある。 感傷ですねと称賛し、今までのサンデーサイレンス3区の中で、最良の種ボバになる可能性を感じています。ヤシロ大グループの馬が全部、掲示板に入ることができた上に後藤とも、サンデーサイレンス系の馬だから完璧だね。全財産に喜びを伝えたいよと語った。なお10着となった、A、シンチャンプの福永は後年、ネオユニバースには、大きなポテンシャルを感じていたし、やっぱり、 ああいう馬がダービーに勝つんだなと思った。でも自分一人の力で上がってきたジョッキーではないので、あの選択は間違ってなかったと思うし、後悔もしていないと述べている。宝塚記念出走日本ダービーの優勝馬は、休養に入るやきに備えるという路線が上道となっていたが、6月16日、ネオユニバースが春のグランプリ。 宝塚記念に出走することが決まり、翌日一斉に報じられた。同年のクラシック優勝馬が宝塚記念に出走するのは初めてのことであった。吉田によれば、ダービー後も体調が良いことに加え、年長の4歳以上馬とは、負担重量で5キログラムの差があるということが出走に、踏み切った最大の理由だったという。宝塚記念には、過去7頭の3歳馬が出走し、 前年に、同馬種のローエングリンが初めて馬券配当券内の3着に入っていた。宝塚記念の出走馬を選定するファン投票では6位。当日は、前年度代表馬のシンボリクリスエスに次ぐ2番人気となった。吉田は、競争前、出した会があった。去年の年度代表馬とダービー馬の対決をお客さんが、見たいと思っていることの証。 ゴール前の一気打ちがあれば最高だと思うと語った。他にも春の天皇賞を制した菱ミラクル、国内外で、GI 競争6勝のアグネスデジタル、前年度優勝馬、ダンツフレーム、GI 競争2勝のイーグルカフェラ、ファン投票上位の多くが顔を揃えた。スタートが切られると、ネオユニバースは出遅れて後方からのレースとなる。道中は、バグンの外目から位置を上げていき、 最後の直線で追い込みを図るも伸びきれず、勝ったヒシミラクルからレビュ3差の4着となった。シンボリクリスエスは、中段からレースを進めるも、ネオユニバースからさらに首差の5着となっている。デムーロは、出遅れたことと、その後他の馬にぶつかったことが痛かった。後ろから行ったことは仕方ないし悪くはなかったが、道中ずっと外を回らされたのが、最後の伸びのなさにつながったのかなと語り、 瀬戸口は、スタートで後手を踏んだこともあるが、それは、結果論よく走ったんじゃないか。力負けとは思っていないと語った。クラシック3巻を逃す宝塚記念の後は、八代大ファームで夏を過ごし、系列の山本トレーニングセンターでの調整を経て8月28日に、立東に帰球。 秋は1994年の成田ブライアン以来となる史上6頭目のクラシック3冠達成がかかる菊花賞を目標に神戸新聞杯から指導した。デムーロの短期免許期間が春で満了していたことから暗状には半年ぶりに福永雄一を迎えた。この競争には桜プレジデント全野ロブロイといった春の有力馬も顔を揃え夏の札幌記念で小馬を破っていた。 サクラプレジデントが一番人気、ネオユニバースはそれに次ぐ二番人気となる。道中では、ゼンロロブロイと並ぶ形で中断を進んだが、後方からのまくりをかけた、サクラプレジデント、さらに同馬を一気に抜き去ったゼンロロブロイに遅れを取り、約四馬審査の三着となった。この時、ネオユニバースは歯が上りの最中で、操縦性に影響する、歯見受けの具合が悪く、 敗因が明らかであることから、陣営は、この敗戦を大きく捉えることはなかったという。自相ネオユニバースが、菊花賞へ臨むにあたり、日本中央競馬会は、外国人機種の取り扱いについて、同一場に起乗して、同一年に JRA の GI を2章以上した場合、その年の GI で、当該場に起乗する場合に限り、その GI 当日のみ免許を発行するという、 特例措置を発表し、これにより、菊花賞は再び、デムーロを安定にしての出走が叶うこととなった。なお10月19日、菊花賞に先立って行われた、頻馬三冠最終戦、週華賞では、春の岡賞、優秀頻馬を制したスティルイナブが1986年の、メジロラモーヌ以来となる17年ぶりの、頻馬三冠を達成していた。 2003年10月26日の菊花賞当日、ネオユニバースは、単勝オッズ2.3倍の1番人気に支持される。2番人気には2.5倍で、ゼのノロブロイ。3番人気には6.1倍で、サクラプレジデントが続いた。スタートが切られると、ネオユニバースは道中で12番手を追走。周回2周目の、第3コーナーから5番人気のザッツザプレンティが、 一気にスパートをかけて先頭に立ち、ネオユニバースもこれを追い2番手で最後の直線に入った。直線ではザッツザプレンティが逃げ粘り、ネオユニバースは差を詰められず、徐々に失速。残り100メートルでは、後方から追い込んだリンカーンにもかわされ、勝ったザッツザプレンティから一場新弱の差の3着に終わり、3冠を逃した。競争後、デムーロは大きく、 外を回されることもなかったし、ごちゃつかずに運べたので外枠は良かった。状態も良かった、距離が微妙に長かったと、淡々と語るに留めた。菊花賞の後は、デムーロとのコンビで、国際競争、ジャパンカップに出走。前奏、天皇賞をレコード勝ちしたシンボリクリス S が、オッツ1.9倍と突出した一番人気となり、ネオユニバースはそれに次ぐ二番人気となった。なお、 前日から雨が降り続き、当日はジャパンカップでは11年ぶりの重ババで行われた。道中、ネオユニバースは13番手前後を追走して、最後の直線に入ったが、後続に終始大きな差をつけて逃げ続けたタップダンスシティが、競争史上最大のキューバ審査をつけて逃げ切り、ネオユニバースはさらにザッツザプレンティ、シンボリクリスエスに遅れての4着に終わった。 年末のグランプリ、有馬記念に向けたファン投票では98,926票を集め、シンボリクリスエスに次ぐ2位で選出されたが、出走せず休養に入った。当年の JRA 賞においては、最優秀3歳母場に選出。また、家庭の金量数値で、馬の序列化を図る JPN クラシフィケーションでは、アイコラム117ポンドで3歳馬の首位に据えられた。 一方この数値は、策定方法が統一された1997年以降の首位3歳馬としては、アグネス・フライトを1ポンド上回ったのみの平年以下の評価ともなった。4歳以降から故障により、引退2004年4歳となったネオ・ユニバースは、休養を終え、4月4日の大阪杯から始動。重賞4賞のバランスオブ・ゲーム、前年のエリザベス女王杯優勝馬。 アドマイアグルーブといった実績場が揃い、負担重量は 59kg と初めて経験するものだったが、単勝1.8倍の一番人気に支持される。レースでは直線入り口で2番手と積極的にレースを進め、逃げ粘るマグナーテンをゴール前で頭させり落としてダービー以来の勝利を挙げた。5月2日に迎えた天皇賞春では、 前年の3歳クラシックでしのぎを削った4歳馬が人気上位を占め、前哨戦の阪神対象点を制したリンカーンが1番人気、ネオユニバース2番人気、ザッツザプレンティ3番人気、ゼンノロブロイ4番人気という順となった。しかしレースでは、大逃げを打った5歳馬、イングランディーレが2着ゼンノロブロイに7場審査をつけて逃げ切り、 その後方で、ネオユニバースは10着と大敗を起死した。その後は、前年も出走した宝塚記念へ向けて調整されて、いたが、その過程で右前足に浅く犬猿を呼び、急接亀裂骨折を生じていることが判明し、放牧に出される。骨折については、天皇賞の競争中に生じた可能性が高いと、考えられ、担当休務員の松久月広は、 痛みを持っていることに気づいていれば、屈辱炎を併発することはなかったかもしれないと、悔いたという。以後治療に専念していたが、9月に引退、守母場入りが発表され、同月20日に、札幌競馬場で、引退式が行われた。総額12億円の新ケ経トが組まれ、北海道遊都郡早北町にある、八代大スタリオンステーションで、種母場となる。 後輩投数は初年度から228投、247投と推移し、3年目には国内最多の251投との種付けをこなした。初年度3区は2008年にデビュー、9月にロジユニバースが札幌にサイステークスを制し、3区が重賞初勝利を挙げる。当年の2歳守母場ランキングでは同じく新守母場のキングカメハメハに次ぐ2位となった。 翌2009年には、アンライバルドが、サツキ賞を制し、JRAGI で初勝利を挙げると同時に、サツキ賞史上6例目の不死制覇を達成。さらに日本ダービーでは、ロジンユニバースが、競争史上6例目の不死制覇を果たした。2010年には、ビクトワール・ピサが、サツキ賞と、アリマ記念を制覇。アリマ記念ではデムーロが起場しており、競争後には、 ネオユニバースが素晴らしいクリスマスプレゼントをくれました。2頭はそれぞれ違う個性を持っていますが、いいハートを持っているところは、共通していますと語った。翌2011年、ビクトワール・ピサとデムーロのコンビは、世界最高賞金競争、ドバイワールドカップを日本超競馬として初制覇した。2015年12月、ネオユニバースは、ヤシロイスタリオンステーションを離れ、 新日高町のレックススタッドへ移動。2016年より同所で種ボバ生活を送る。2021年3月8日、種付け中の事故により死亡した。21歳だった。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ミルコデムーロによると、ネオユニバースの長所は、身体的な素質の高さも、去ることながら、 騎手なんて必要ないくらいの頭の良さにあったという。課題点は彼が人間の言葉を喋れないことのみだとした。調教師の瀬戸口、急務員の松久月広はいずれも無事ならばもっと GI を勝てたはずの馬だと評している。なおでムーロは2005年に行われたインタビューの中でネオユニバースについて夢の馬です。これまでの騎手人生の中で ナンバーワンの存在ですと語り、それと同時に将来的には日本を主戦場としたいという希望を述べていた。デムーロは2015年にその希望を叶えて日本中央競馬会の騎手となり、同年、ドゥラメンテでサツキと日本ダービーを制した。デムーロは同馬についてサツキのレース後にネオユニバースとすごく似てると語り、具体的に似ているところとして馬体がそっくり。 それから頭、考え方みたいなものもよく似ているんですと評している。2013年に行われたインタビューにおいて、ミルコにとってネオユニバースとはという問いに、私の財産。皆さんも知っている通り、ネオユニバースで GI を勝っただけでなく、その子供のビクトアールピサでドバイワールドカップも勝たせてもらった。彼は私の人生を変えてくれたというか、 人生の半分は彼に助けられている気がすると答えた。フトジは、GI 競争フトジは、GI 競争中、長距離で活躍したサンデーサイレンス3区によく見られた、母系に、スタミナ色の濃いヨーロッパ系の血統を持つ一頭で、ある。近親には、アイリッシュオークスの優勝馬、ヘレン・ストリートや、その3区である、ストリートくらい、直ョクルブ賞優勝馬シャマルダルがいる。 ありがとうございます。